旅行、朝9時24分飛行機の時間の11時よりもだいぶ先に到着して今待ってるという状態ですね。はい、旅行楽しんでいきましょう。みんな準備はいいかな、全て大丈夫かな、全て終わらせてきたかな、全ての事柄を終わらせてもう全力で旅行を楽しむという気持ちでね、頑張るんだよみんな、いいかな。俺ができてないな俺が編集終わってないな、あと 15% ぐらいとはいえちょっと最終仕上げが、残ってて、まあ飛行機とかの時間もあるし大丈夫だろうっていう感じでやってきました今まで。その結果、ゴールデンウィーク空港真っ黄色めちゃめちゃバレながら編集ということをやってますね今、やばい、ものすごい修学旅行生の方々に見られてる気がする。あまりにも編集しすぎなんですけど、はい、いやいや、これ編集するなんてしかもちょっとスマホいじると同じ感覚でやってるから、もうでタクトも1台タクティス2台全部で4 MacBook。 なんで2台持ってるのチーム芝なんでございます、こんにちは。今日皆さんで、ね、そのちゃんと紹介するのがこの動く歩道の上で、そうそうそうちゃんとしたとこでやればいいじゃん。ずっともう歩きながら編集してるからさ、飛行場をハッキングしてなんかどうにかしようとしてる人たちに見えるそんなことないですファイナルカットプロでじゃあ頑張ってください。はいはい、はい、釧路空港着きました。着いちゃったよね。いやもうね、飛行機の記憶全くないよねって話。もう離陸してすぐ5分後に着いたよね見てこの空の広さ、これ空ね、いやいやめっちゃ広いんだよね。あとね、でけえ酸素が吸える。あ、粒でかい。ほら粒がでかい、酸素のほらジュポンって感じだよね。わかる。うわ、でかっ、酸素クソでけえ酸素がはい、みんな準備してもらってます。こちら、あゆむ食堂。見てください、この雰囲気、完全に家なんですよね。ね、もうお家の中でご飯ママに作ってもらってる優しさだよね。うん、やっぱ子供がいると早食いにならない。そうだね、おいしい。いやでも下の子がいなければ全然今大丈夫だね。おいしい。マジサバンナ。いやこれもう伝わんないか、この意味を足らんくらい何もなさ。いやほら見て見て見て、すごいなあ。あちゃんさ、まあ今日こうやって旅行に来てると思うんだけど、昨日の夜さ、もう行きたくないもうやだってなってたよね。うん、それでなんか喧嘩になって、俺ももういいよじゃあ来なくてみたいなの言って、だってっていう事件あったよね。あった。あーちゃんいつもそうなの、もしかして。まあなんか人に合わせないといけないのと気使わなきゃいけないのが本当に苦手だから、5人以上人間がいる中で行動しなきゃいけない日の前日は本当に嫌だ、本当に行きたくないってなる。絶対になる。でもう一回行かないって決めるんだよね、マジで。うん、あもう行かないわって。余裕来てるし可愛い。あーちゃんは昨日あー行かないって言って、でも俺たちが説得して、あーちゃん絶対来たら楽しいからさ行こうって言って、でうーくんがだらしないから行きたくないって言ってんだよ。あーちゃんは行ったってないって言ったんだよ。なんで俺のせいにすんの。だってめんどくさいから、あーちゃんが、まあ、周りのこと全部やってあげなきゃいけないから。うーくんも、はい、だからちゃんとやってねって言ったら、じゃあ俺を信じてないだけだね、それは。そう、何こう、そう、今のさ、今のとこにアイスクリームのマークがあった行けばよかったヘイヘイナースバクトイジ、リサさんのそれめっちゃいじるあれ面白いんだから、あれ何回再生してくれたの、ね、あれ相当ポンスが再生してるから、うん、今ね合流しましたリサジョージと、はい、そうということ言ってなかったけど、うん、そうこの二人もいますよっていうね、そういるんだよ、俺は嬉しい、
単純に嬉しいこと。めちゃめちゃ北海道の東。やばい。見て同等にも程があるお前は。なんだこれは。いやでも相当いいねこれ。いいの。薪とかあっちゃって。外外見サウニーの外見すごかったよ。さっきリサさんがちょっと送ってくれたの見たけど。サウニー。なんだあれは。なんなんだあのさ、あのフォルムありえるんだ。問題が起こってんの。ちょっとね今あの火が足りなくて。あマジ？着火剤を買いに行きたいんだよね。巻きをフーフーしないといけない。じゃあ今電動でもついてるんだけど、うん、ちょっと足りなさ、足りないんだ。もうちょっと欲しいなっていう。マジ？感じではある。リサさんこれただ裸。絶対あの中にいたら収まっちゃう。カーテン着てるよこの人。ねえ。カーテン。なんでカーテン着ちゃうの北海道なのに。えマジでレースカーテンしか着ないんだけど。レース着ないで。ちゃんと断熱断光カーテン着て。サウナ入った時あるから。サウナ入った時あるから。ちょっとこの男たちはちょっと着火剤買いに行こうな。男たち着火剤買いに行ってもらってえこれがリサ・ジョージの塔ってこと。うわえかっこよ。えすごルー・コルビジェじゃんもはや。そうルー・コルビジェよく知ってるな。さすが建築学科。ルー・コルビジェみたいな家作んなお前。うわ入っていいすか。やっとお願いします。木木だマジ木吸ってる。いやこれは子供のテンション上がっていく。はいこっちがそこまで入り口なんだよ。ほんと裏回ってそうそうここが玄関。あそういうこと。まあこんな感じで見ていきます。はーい編集しすぎだよねめっちゃ。頑張ったねうくん。ギリだったね。偉かったね、うん、よくやったよ。外ギリだったね。すごいすごい。ゆっくりした。うんすごい。ではお待たせしました。皆さん頑張ってて偉いね。乾杯。やーやんべ。あこれのろし上がる？のろし上げてる？これのろし上がる？のろし今上がってる？何の業者なんだお前？のろし上がってる？どこの現地の人？のろし上がってるから。お前何なんだずっと。リサさん薄着すぎです。俺の上着燃える？なんでこんなカルチャー寄りなやつ使ったの？本物覚えたよ。あ本物だ。なんかコスプレイヤー的な人気な牛なのかな。すごい人が。マジ発射しそうすぎる。うわすいません来た絶対に捕まらない。なんか青いとこ持ってて。さあ持ってて転げ落ちるよ。やだ怖い。わしら土地くれよ街道頼むから土地切ってくれよ。動く気がする。これ触ってたら動いた気がするよ。頑張れ。サクソ。おお。おおできたよ。できました。おっぱいすごいカツカツ。本当？手洗うんだよね。ねえねえお願いします。失礼します。あ、うまい。いいですね。お、うまい、うまい。お、うまい。うわ、怖い。いけ、あげて。あ、は？ママどうやって？ちゃんちゃん、ニュースちゃん。ちゃちゃん。うわ、すんごいベロ。中高生ぐらいの牛なんだって。楽しそう。はい、今ね牧場体験が終わって美味しいラーメンが私が食べたいって言ってジョージが調べてくれて、でポッポ亭っていうラーメン屋さんに来ました。雪見ラーメンっていうらしいんですけど、ありがとうございます。こっちが豚丼でこっちが雪見ラーメン。めっちゃ美味しそう。うまそうすぎるね。担々うまいんだ。担々うまい。担々うまい。食べよう。いただきます。あ、美味しそう。マジで。はい、今ポッポ亭から帰ってます。いやマジね、渡辺牧場のおじさんのお父さんのね牛の話を聞いて本当に泣いた。
改めてやっぱり感謝していただきましょう。あーちゃんすぐああやって加湿器つけっぱなしにして、あーちゃんが書いた加湿器だと思ってる。え、ナノイオンで肌をきれいにするやつじゃないの？違うよ、硫黄だよ。あ、ナノイオン、ナノイオン。ここは硫黄山ですね。硫黄が噴き出している、まあ温泉地にありがちな、いやありがちじゃないの、この規模。いや、この規模相当すごいじゃん。これ黄色い食紅をかけてるんじゃないかぐらいのこの黄色さ、すごいですよね。いや、ここはね、あと話してたんですけど、ドラゴンボールで戦うんだったらここ最適ですね。硫黄山でした。ひでれきてる。そうだよ、花火は火なんだよ。そんな原始的なことを。花火はめちゃくちゃパンパン言うけど、めちゃくちゃ色が綺麗。なんでかな、火なのにね。なんで色がいろいろあるのかな。中にカラフルな液体が多分入ってるの。なるほどなるほど、液体なんだね。花火のパチパチは何かな。パチパチは火は本物の火でもパチパチ言う。花火の火は炎色反応です。炎色反応なんで。炎色反応っていうらしいよ、クソジジイ。なんかいい感じのことを教えれると思ったんだから。うんちくおじさんだったの今の君は。あーちゃん僕は物知りだね。あーちゃ ん何してんの今日は。あーちゃんは今日寝て元気になった。今日も元気にドガンと言うてる。4ガンスよって言うてんて。2人ハイスクロクロ、2人ハイスクロクロ。鳥も入れたし弁当も持ったし。そろった今頭の中で音楽流れてる。うまこんにちは。今ねようやくバーベキューが始められるということで、もうみんなお腹空いてて、ちょっともうイライラし始めてますね。私、はい。まだ大丈夫だよ。リサさんはそんなことないんですけど、まあ私は無理ですね、もう。いや、もうイカ焼け、イカ焼け。あ、もうそうそう、味付いてるイカ買ってきたんで、もう、これ私先に食べます。いいね、いいじゃん。いやー、いいな、なんかロケみたいな。こいつが。なんかいい感じにライトがあって、うん、男たちがこう炭を起こして、女子はなんか酒飲もうみたいな感じになってます。全然急に。でも理想的だよね。それが正しい姿だよね。それが正しい姿だよ。うん。ね、男多分普通に好きだから。この火火遊びっていう意味で率先してやりたいまである。出た必殺ウー君の火起こしの舞。ロングです。根元に全力で吹けないと。気をつけてよ、その炎の時顔めっちゃいくから気をつけてよ。完璧っしょ。いや、これ、いく？いや、もういい、いける、いける、いける。やばい。これ、もう焼きたくない。鳴らさなくていいじゃないのよ。うわ、待って、地盤がおかしい。頑張れ。こういうのって意外とさ、男の人とこだわり出るよね。そうなんですか？炭の組み方とかさ。で、結局、みんなで、いや、これはこうだ、いや、これはこうだってやって、やった結果、別になんともならない。いつものパターン。本当にいつものパターン。やりたいだけ。やりたい。このいい匂いは、多分、普通にキッチンで料理してる料理だよね。何飲む？あ、ひじちゃんがね。何飲もうかな。白いサワー。船長、お任せ。森のキウイサワーにしよう。あー、いただきましょう。森ガールでーす。森ガール。古すぎだろ。白ウサギになります。私かわいい、かわいい。乾杯。はい、乾杯。イエーイ。先に勝手に。オーマイガー、オーマイガー、映ってない。オーケー、カモン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 。発作が出てしまいました。
これはねマシューブルーと言うんですけど、今はねあのちょっと曇ってるからそんなブルーじゃないかな、普通になんかあんまりブルーじゃないかも、曇りで。ここで2組は解散ですね。空港が違う、空港が違うっていう。そっか、確かに元気でね住まい東京なのか、一緒か、ま、全然会えるよ。それで、うざいことにちょっと撮って、こういうね、お揃いのアイルのアイテム見せてくれました、ね、恥ずかしいなこれっていうこのリサさんピアスねっていうこの高校生みたいなうざいこともできたんで、うざい思い出買いました、はい、かわいいもう大満足かなと、うん、なんか強くなれる気がするよね袋だし、あ、袋じゃないんだ、そっち、それは何なんだろう、ね、まあ、アイヌっぽいやつよね、うん、北海道っぽいやつ買いました。じゃあリサさんとジョージはここで別々の方向に行くと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。リサさんとジョージが別れるみたいになってるから、ね、そうか、こっからキロがこう違うんです、ここのチームがってことだから、ね、そうですかね。楽しかったね。もう楽しかった。マジ俺ずっとガキのムービーしてた。え、本当にそう。昨日も大富豪夜までさ、やらされてて、めっちゃ楽しかったんだけど。めちゃめちゃ楽しかった。なんで来なかったのって感じ。めっちゃ寝てた。しっかいじみたいに。貧民と大富豪ね。あと俺の人狼欲がちょっと発散されてないから。ああ、そうか。今日東京で帰ったら人狼やるよ。誰すぎるな。呼ばれるよ。めちゃめちゃ誰。人狼やりたい。じゃあリサさんジョージバイバイ。じゃあね。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。バイバイ。はーい。今摩周湖から出て山道をひたすら下って町の方に降りているところでございます。あーちゃん行く前はなんでわざわざ不便なとこ行って過ごさなきゃいけないのって思ってたんですよ、正直。でも今3日目を終えてみて、いや意味あるなと思いました、旅行は。え、なんですか。まあその修学旅行とかさ、社員旅行とかってあえて自分たちが普段住んでないところに荷物まとめて、でちょっと不便な生活をすることによって、その人と人との絆が深まるなっていうのはもうシンプルにね、それです。うん、旅行の意味はもうそれ。いや、それです、うん、バーベキューもさ、食材を買ってきてみんなで材料を買いに行ってとか、そういうのでこうなんかやっぱ深まるんだなっていうのは、それが意味だなって思いましたね。うん、普段話さないこと話したりとか、いや普通に今山の学習を終えた。そうだね、キャンプファイヤーとかもさ意味ないわとか思うけどさ、やっぱ記憶に残ってるからね。記憶に残すために、思い出すためにこうやって何かをするんだなって思いました。あとポンスと花火をやったね。あ、やってたね。2人すごい楽しそうにポンスと2人で花火やってたね。いや、ポンスが本当心配なのが、大人と遊びすぎて小学校に上がった時にすごいギャップを感じちゃうんじゃないかなっていう。大人と遊びすぎなのよあの人、ちっちゃい時からそうなんだけど、そうだからね、メンタルがもう大人になっちゃう。ちょっとね、生意気になる可能性があるので、いじめられたら頑張ってねって言っときました。負けんなよって言ったら、そう、任せてって言ってたよね。やつは大丈夫。そうだ、まあ普通に子供がもしいじめられたら、私親として学校まであの行くメンタルなんで。全然俺が行く。え、笑わせてやろうぜ。いじめた子を抱きしめてやろうよ。いじめた子を解放して、ちゃんとこの家に招き入れて一緒に旅行に行ってあげて、そうそう、で仲良くさせればいい。海外だとあの精神科に行かなきゃいけないのはいじめてる側の人らしいからね。いじめられて不登校になっちゃった子が手当てされるんじゃなくて、いじめてる側の子を大丈夫かお前ってするらしいよ。いじめてる方が病んでる。そうそうそう、でも本当そうだと思う。いじめてる子には何か闇を抱えてたり、家庭で嫌なことがあったりとかするから、だから息子にはいじめる側になる必要はないからねって昨日話したんだよね。いじめてる人は心配してやりなっていう。あーちゃんはちばなんチャンネルをやる中で子供たちにもっと勇気をと愛を与えたいなと思います。いやもう、そうだ、え、でももうあーちゃんは決めたの。なんか子供たちに、子供が喜ぶ動画を撮るんじゃなくて、子供たちに生きる上で困った時この言葉を忘れないでっていう言葉を言っていたい。めっちゃいいじゃん。めっ
ちゃ言ってほしい。俺が子供だったら見る、あーちゃんの言葉を、お前らこうだからなっていうのを未来の子供たちに発信するバージョンの柴田みたいになってほしい。そうそうそう、親が見せたくなる YouTube、 今の YouTube の子供に見せる YouTube って親からするとこれ見せたくないあんまりっていうのが結構多いんですよね、残念ながら。全然見せたくない、うん、うちなんてあんま言ってなかったんだけど、うちら YouTuber 夫婦で子供のタブレットから YouTube のアプリ消しましたから、うん、1ヶ月前ぐらいに。でちゃんと物語を見る、そう、映画とか漫画とかアニメとかにはたくさんいい言葉がちゃんと意味を込めた発言がされてるんですよ。 YouTuber の動画はこれ食べます、あまあまあぐちゃポコ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 みたいな、そういうのばっかり脳死しちゃうんですよね、こういうのばっかり見てると。だからはい、皆さんこれ見てる子供たちは意味のない動画ばっかり見ないね。意味なくガムを食べてる動画とか物が潰れてる動画とかね、わかるよ、なんか 見ちゃう気持ちわかるけど、もうちょっと自分で考えて見れるような動画をね見ないとダメ。分かった？あーちゃんはよく喋るねちょっと3ばっか受け取って生きていこうとしてる YouTuber 多すぎね。ずーっと左でなんか言っとる。じゃあまた次の目的地着いたら撮ろう。